あーちょっとこんなやつもいたな最初の2週間ぐらいだけだろこいついたの。本当にそう思ってるのか。めでたしめでたし、相変わらず出すやつだぜ。なんだ俺だよ。何度かお話ししただろ。お前はゼウスじゃないな。俺の心の中の闇か。まあそんなとこかな。寺岡薫みたいな人間にさえ心の中に闇があったんだ。だから当然お前にもあるさ。そんな風に形を持っているのはオカルトテクノロジーの影響か。まあお前様に2回も人が消える場面に出くわしたからな。だから心配するな。俺はデウエスみたいな化け物じゃない。俺の姿はお前以外には見えないし、声もお前にしか聞こえない。さてさっきの話に戻ろうか。結局全ては元通り。そう、それだけのことなんだよ。ゼウエスを倒したことなんて世間の人間は気づいていなんていない。気づいてさえいない。お前も階段も相変わらず無職で、祭典やバールは人間の人生の負け犬、ウズキの家庭は壊れたまま、津波によるネット支配はゼウエスがいなくなったってまだまだ続くんだぜ。命がけで戦って満足しているところは悪いけど、現実は何も変わっちゃいないっすのさ。そんなことはない。じゃあ一体何が変わったって言うんだよ。俺たちはネットの中でいろんな人間と知り合った。いろんな体験をした。そしてついに誰もが倒せないと思っていたゼウエスを倒した。しかも不可能は不可能は顔のおにしたんだ。この地震で現実も変えてやる。そうかい。そう思ってんのならめでたしめでたしなんてこと言って終わらせてんじゃねえよ。じゃあな相棒。お前が現実に打ちのめされてぺちゃんこになったとこをまた会いに来てやら。消えた。お前闇じゃなくて本当は。どうやら俺の戦いはまだまだこれかららしいな。俺の物語は終わる。物語は終わっても人生は続く。めでたしめでたしで読者は本を閉じることはできても、俺たちの努力は終わる。努力が終わることはない。そうみんな歩き続けるのだ。あー終わったわ。ちょっと久々のパワポケ12だったけどおもろかったな。あまあちょっと無職救ったから、今回は無職救ってやったから、ちょっと素早さ上がってるから素早さ上げますか。でちょっと弾道上げて、ちょっとリクエストに応えてパワーボケ中に今回やらさせていただきましたわ。明日もパワーボケだな。OK。こんな感じで、まあ、特殊能力は結構ついたな。弱えあんま強くないで、ダイソー専門みたいな選手出来上がっちゃったよ。何これ。あ全然仕事ないな。やっぱり世の中不景気なのかな。呪いのゲームやっつけたけど結局俺は前の生活に戻っただけおい大丈夫かよお前ああどこかに願い事を叶えてくれるような魔人のランプとかどこかに落ちてないかな前の作品引きずっとるやんけお前。バルコと朝なしは造形師の仕事をやってるらしい。お前よこせよその仕事、俺が見出してやったんだから。ちょっとアシスタントでも何でもやるからさ、ちょっと金くれよ。働くからさ。面白い仕事ばかりじゃないし相変わらず貧乏そうだが、俺は本人は楽しんでるようだ。ゼウエスもこういう形の仕事があるってことを知ってればあんな怪物にはならなかったのかもしれない。出たスイーツスイートコーン、メロディンリンゴが9、うまいマロンメロンキングにメルティ、キャー三重士のマー君よ。テレビと同じように玉乗りしながらチャグリングしてるんですけど、マジ超ウケる。今日もミルキー通りでライブを行うマー君、しかしいつの間にか周りにはたくさんの人が集まっていた。地域の変わった人を取り上げたテレビ番組に出たのが良かったようだ。声援を浴びて喜びをかみしめるマー君、こんなブームなんて一時的なもの。それでも頑張れマー君。俺だけやんけ
な、ちょっと、しょうもない人生歩んだの。あいつらにはさ、仕事を与えてやったのにさ、結局俺は無職っていうさ。マジかよ。